内ち所は、日本律令制で、奈良時代後期に設置された、両下官。天皇に近似する内ち及び、皇宮十二子を統括するとともに、代理の警護に当たった。内ちはもともと代理の雑務や警備を担当する同時や、中小役人のことを指していたが、次第に組織化されて、内ち所という統率機関が設置されていた。神語系運元年7月10日に、 内住所書の機能を拡大する形で設置される。俗に本記によれば、京大助、小遊が各一名、大進む、小進むが各二名、大六が一名、小六が三名であり、その下に八将と同じように、小手の平文雄支部、自家長などの職員や、内住がいたと考えられている。内住京には、同教の実定の遊撃を人が認じられ、内住大助に、 藤原忠子を、内寿昭友藤原優位が現職を兼務したまま就任した。これらの人々は、聖徳天皇、同教政権の中核を担う人々であり、宮廷内における軍事組織である F を指揮していたに、ゼ行に代わって藤原雄殿マロが大輔に任じられている。同じ頃、聖徳天皇及び同教の政権中枢を支える経済機関として、 直視省も設置されており、対して、内受賞は政権中枢を支える軍事機関として構想され、大上官を拠点に政権とは、潜在的な競争関係にある藤原氏主流や、後進勢力に対抗するための政治、軍事力を保持するために組織された一種の景色関であったと考えられている。その後、聖徳天皇が崩御し、同教兄弟が追放されると組織の存在意義は、 失われ、放棄3年2月16日に廃止され、内寿は、この F、中 AF、左右平 F に分割編入された。その後、旧来の形での内寿がまたお消されたり、廃止されて、大トネリが代わりに職務を担ったりしたが、公認年間以後に、内寿、内寿所が、蔵人所の下部組織の形で復活することになる。ありがとうございます。